NATO、ウクライナ支援の基金創設へ協議開始で合意。16兆円規模。北大西洋条約機構 NATO は3日、ブリュッセルで外相会合を開き、ロシアによる侵攻が続くウクライナの軍事支援をめぐり、今後5年間で最大1000億ユーロ、約16兆4000億円の基金創設の計画を協議していくことで合意した。これまでは米国をはじめ、加盟国とウクライナとの2国間での支援が軸だったが、長期的な支援を行うために NATO として一歩踏み込んだ。A 氏、フィナンシャルタイムズなどによると、基金の創設はストルテンベルグ事務総長の提案で、7月に米ワシントンで行われる首脳会議に向け協議を進めるという。ロイター通信は外交筋の話として、今回の基金創設の動きに今年11月の米大統領選があると指摘。ウクライナ支援に懐疑的なトランプ前大統領の勝利が現実味を帯びる中、安定的な支援策を模索する狙いがある。NATO 加盟は非加盟国のウクライナについて昨年7月、同国との協議の枠組みをこれまでの委員会から格上げし、加盟国と対等に協議することができる理事会にした。ただ、加盟そのものについては、ロシアとの戦争に直接巻き込まれる危険性が高まることから、慎重な姿勢を示す国々もある。ロシア、春の徴兵15万人、本土防衛に活用化。ロシアで1日、18歳以上を対象とした春の徴兵が始まった。義務兵役の下で年2回の定期招集。プーチン大統領が3月31日に署名した命令書によると、招集されるのは15万人。昨年の法改正で、今回から上限が27歳から30歳に引き上げられた影響で、過去8年間で最も多い、独立系メディア、人数だ。軍はウクライナ侵攻の長期化で即戦力不足にあえいでおり、新兵が駒として使われる可能性も指摘されている。ウクライナでの戦闘に参加させない。ロシア軍は3月下旬、新兵や親族の懸念を払拭しようと改めて強調。占領を続け、ウクライナ軍が奪還を狙う東南部4州にも派遣しないと約束した。ただ、国民が反発する追加動員は封印し、予備役30万人の動員は2022年秋の一度のみ。頼みの綱だった志願兵の採用も半年前と比べて20分の1に激減したと伝えられており、兵力不足は深刻化しつつある。こうした穴を埋めるため、政権は新兵の活用を模索している模様だ。ウクライナは最近、ロシア本土への反撃を活発化させており、プーチン氏は西部ベルゴロド州が砲撃を受けないよう、国境を接するウクライナ北東部ハリコフ州を緩衝地帯として占領する案に言及。ただ、それには大軍による包囲が必要で、独立系メディアは、国防省が30万人派兵を計画していると伝えた。この場合、予備役で賄うのは難しいことから、1年間の兵役終了に際して、志願兵として契約するよう新兵に圧力をかけ、不足を補うシナリオが想定されているという。一方、軍の理屈では、ベルゴロド州は戦地でも占領地でもないため、新兵を配置できる。事実上、前線と化す中、ウクライナ軍傘下のロシア人武装勢力の越境攻撃を防ぐ盾にされる可能性もありそうだ。ウクライナのメディアによると、ゼレンスキー大統領は3日の記者会見で、
ロシアは6月1日に30万人の追加動員を行う準備をしていると主張。予備役や志願兵など内訳には言及しなかった。ロシアによる再度の攻勢に警戒を促し、対象年齢の下限を25歳に引き下げたウクライナ軍の動員に理解を求める向きもあるとみられる。米、イスラエルへの大型軍事援助を近く承認か。最大で戦闘機50機。バイデン米政権がイスラエルに対し最大で F-15 型戦闘機50機を売却する大型の軍事支援を近く認める段階にあることが4日までに分かった。この問題に通じる3人の関係者によると、今回の支援総額は180億ドル、約2兆7360億円以上に達する見通し。実現すれば、パレスチナ自治区ガザ地区での昨年10月7日の戦闘勃発開始以降、イスラエルへ差し向ける軍事援助として最大規模となる。関係者によると、政権はまた連邦議会に対し、イスラエルへ精密誘導兵器の新たな大規模な売却を近く伝える意向としている。ただ、これらの計画は、米連邦議会で審議の紛糾を招く可能性がある。特に与党の民主党の議員は、ここ数ヶ月間、イスラエル向けの武器援助を厳しく精査し、規制する動きも見せている。ガザへの人道支援物資のより多い搬入を認め、民間人保護に関する一層の対策をイスラエルが認めることなどを条件にもしている。ガザでの交戦は、同地を実効支配するイスラム組織、ハマスがイスラエルへ大規模な奇襲を仕掛けたことで始まった。これ以降、米国によるイスラエルの軍事援助は100件以上に上る。この援助の大半は連邦議会への通告が必要な形式のものだった。F-15 型戦闘機など最先端兵器のイスラエルへの新たな引き渡しは、軍事的にはイスラエルを支え続けるとする米政府の意向を反映している。同時にバイデン政権は3万人以上の住民らが命を落としているガザの人道危機を踏まえ、イスラエルの軍事作戦を批判をせざるを得ない世論対策も強いられている。フィリピンへの自衛隊派遣を検討。安全保障協力、同盟国並みに。日本、フィリピン両政府は、自衛隊をフィリピンに定期的に一時派遣するローテーション展開に向けた検討に入った。フィリピンのロムアルデス駐米大使が3日のオンライン会見で明らかにした。日本との情報保護協定の締結も検討していると述べ、日比の安全保障協力を同盟国並みに引き上げたい考えを示した。ロムアルデス氏は11月にワシントンで初開催される日米非首脳会談を前に、毎日新聞など一部の外国メディアと会見した。相互防衛義務がある条約上の同盟国、米国と並んで、日本は最も重要な同盟国だと強調した。ローテーション展開は、部隊を巡回させる形で一時駐留させるもので、自衛隊のフィリピンでの展開について、過去にも議論してきており、今後も話し合いを続けると説明した。また、米非両軍が2023年に7年ぶりに再開した南シナ海での合同パトロールへの自衛隊の参加について、非常に近い未来の実現に期待感を示した。月内にも詳細な計画がまとまるといい、オーストラリアなどの他の同志国の参加も呼びかけていると説明した。フィリピンは南シナ海で中国との領有権争いを続けており、日米などと連携して中国への抑止力を強化したい考えだ。フィリピンでは、22年に
日米との連携を重視するマルコス政権が発足し、日本との安保協力も急速に進んでいる。23年には自衛隊とフィリピン軍の相互往来をスムーズにする円滑化協定 RAA の交渉を開始。日本が政府安全保障能力強化支援 OSA の一環として沿岸監視レーダーをフィリピンに供与することでも合意した。ロムワルデス氏によると、RAA の交渉は年内にも妥結する見通しで、ローテーション展開に向けた法的基盤が整うことになる。日本は準同盟国と位置づけるオーストラリアで、航空自衛隊が戦闘機部隊を入れ替えながら一定期間派遣するローテーション展開を行う方針を決めている。一方、フィリピンでは米軍が共同訓練に合わせてローテーション展開しており、自衛隊の派遣も米軍に準じた形になる可能性がある。バイデン米政権は中国に対抗するため、同盟国や友好国との連携網の構築を重視しており、日本、韓国、豪州、フィリピンなど米国の同盟国同士が協力を深めることを後押ししている。昨年交渉入りした円滑化協定 RAA が署名され、さらに両国の議会で承認されてからの話になります。RAA は訪問軍基地協定に準ずるもので、手続き上、条約と同様に批准が必要です。ローテーションというと、あたかも自衛隊の部隊がフィリピンに常駐するかのように聞こえますが、実際はそんな大規模なものではないと思われます。米国のローテーション使用さえまだ始まっておらず、フィリピン世論を慎重に見極めながらの判断が迫られています。RAA の日本側のメリットは、合同訓練の際に、米国や豪州と共にフィリピンの基地を国際法に守られる形で利用できるということです。日本からフィリピンに装備品が移転されることに伴い、自衛官が運用やメンテナンスを現地で指導するキャパシティビルディングも現在よりも容易になるでしょう。協定がないままの出張という形では、自衛官は外交官特権に準ずる身分保障を得られませんから。